立つって言われてんですけど、あのスバルちょっとマジでね、それに関してはね遺憾を唱えていきたい。ちょ言うてスバル発言の出現そんなに悪ねーって思ってるんですけど、まあちょっとね発言に気をつけながら今日もねホロキャやっていきたいと思います。ママーやっぱりついにミオシャ認知してくれる気になったんだね。やばい、ヤゴーの抱き枕抱かせたい、ヤゴーの抱き枕を抱かせてくれミオに。じゃあスバルも今日から清楚になるわ、初期スバル。お疲れ様、今日も頑張ります、よろしくお願いします。いやじゃん、誰ってなるじゃん、出現しなさそうじゃないの、解釈不一致じゃん、解釈不一致じゃない、元最初そこだったんだよ、かわいいよね。よし、お疲れ様、よろしくお願いします。かわいいと思われたかった大空スバルの精一杯がそこだったの。我は何時何時は我、それ言いたいだけ。出現気にしていたらスバルちゃんのアイデンティティがなくなる&録画配信になっちゃうよ。いやいやいや、出現は恐れた方がいいだろ絶対。どうすんだよ案件の時に、でもスバルさんなんか出現キャラなんですよねみたいな。いやいや、持ち味を生かせじゃないんだよ、持ってなかったの出現っていう持ち味は。なんか気がついたらついてたの、ホロキュアに取り込ませれそう。どういうこと、取り込まれない、なんでだよ、アヒルだろ取り込まれるとしたら。なんで出現の方なんだよね。プリーズサブスクライプッシュポッテプッシュグッドボタン&サブスクライバイバーイ。